しくださいましてありがとうございます。新越線各列車の直江津行きです。止まります駅と到着時刻をご案内いたします。亀田17時9分新津17時18分八代田17時24分加茂17時33分東三条17時40分三条17時43分三つけ17時51分長岡18時1分宮内18時7分大光寺18時14分柏崎18時34分柿崎18時50分大型18時58分終点直江津駅には19時6分の到着です。列車は本日7両編成で運転をいたします。一番前が1号車、一番後ろが7号車です。お手洗いは1号車、3号車、4号車、6号車にございます。なお先頭車両1号車のみご乗車いただけませんのでご了承ください。先頭車両1号車はご乗車いただけません。それでまずは2号車から7号車をご利用くださいませようお願いします。ありがとうございます。新越線快速列車直江津駅です。乗車券または定期券のみでご乗車いただけます。次は亀田に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく亀田に到着です。お出口は右側です。お降りの際には車内のお忘れ物にご注意ください。亀田の次は新津に停まります。まもなく亀田に到着です。お出口は右側です。列車のドアはすべて自動で開きます。お降りの際にはドアにお手を触れないようにお願いいたします。
ご乗車ありがとうございます。新越線快速列車の直江津行きです。まもなく発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく2222到着です。2番線到着、お出口は右側です。お乗り換えのご案内です。お客様にご案内いたします。バイス線は、大雨の影響を受けまして、帰宅が変更となっております。17時37分発、普通列車の野川行きは、5番線からご乗車いたします。新越線各駅停車長岡行きは、2番線から17時42分です。上越線普通列車柴田行きは、3番線から18時4分の発車です。新越線は、八代駅に向かいます。まもなく、新越、新越です。2番線にご着いたします。お出口は右側です。降りの際には車内のお忘れ物にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。新越線快速列車の直市行きです。まもなく発車をいたします。ご乗車ありがとうございます。新越線快速列車の直江津駅です。乗車券または定期券のみでご乗車いただけます。列車は7両です。先頭車両1号車のみ使用停止とさせていただいております。恐れ入りますが、2号車から7号車をご利用ください。次は八代田に停まります。
ご乗車ありがとうございました。まもなく八代田です。お出口は左側です。お降りの際には車内のお忘れ物にお気をつけください。八代田の次は鴨に停まります。まもなく八代田。お出口は左側です。
ワモ、カモに到着です。お出口は左側です。降りのお客様はお支度をしてお待ちください。カモの次は東三条に停まります。まもなくカモ、カモに到着です。お出口は左側です。Thank you.
ご乗車ありがとうございました。まもなく東三条、東三条です。3番線到着、お出口は右側です。ホールのお客様は車内にお忘れ物なさいませんよう、お支度をしてお待ちください。お乗り換えのご案内です。新越線各駅停車の長岡行きは3番線から18時9分です。弥彦線北三条、燕三条方面、普通列車の吉田行きは0番線から18時12分です。東三条の次は三条に停まります。まもなく東三条に到着です。3番線に入ります。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございます。新越線快速列車の長岡行きです。乗車券または定期券でご乗車いただけます。まもなく発車いたします。山頂に停まります。まもなく山頂です。お出口は右側です。の次は見つけに止まります。降りの際、車内の忘れ物にご注意ください。まもなく山頂に到着です。お出口は右側です。
乗車ありがとうございます。新越線快速列車の直江線行きです。乗車券または定期券でご乗車いただけます。恐れ入りますが、先頭車両1号車が使用停止とさせていただいております。2号車から7号車をご利用いただきますようお願いいたします。次は三つけに止まります。
ありがとうございました。まもなく三つ木に到着です。降りのお客様はお支度をしてお待ちください。降り口は左側です。三つ木の次は長岡に停まります。まもなく三つ木に到着です。降り口は左側です。ご乗車ありがとうございます。新越線快速列車の直江駅です。乗車券または定期券でご乗車いただけます。まもなく発車いたします。次は長岡に停まります。
乗車ありがとうございました。まもなく長岡、長岡に到着です。4番線到着、お出口は左側です。お降りのお客様はお忘れ物なさいませんよう、お支度をしてお待ちください。お乗り換えのご案内です。上越新幹線、特急340号東京行きは、新幹線ホーム12番線から18時8分です。お目変わりまして、特急333号新潟行きは、新幹線ホーム11番線から18時24分です。変わりまして、在来線です。新越線各駅停車の柏崎行きは、5番線から18時49分です。上越線、宮内、小路や小出、六日町方面、普通列車越後井沢行きは、4番線から18時59分です。長岡の次は宮内に停まります。まもなく長岡、長岡です。4番線に到着いたします。お出口は左側です。ご乗車くださいましてありがとうございます。新越線快速列車の直江行きです。長岡を出ますと宮市、大光寺、柏崎、滝崎、西方、終点直江の順に下車をいたします。乗車券または定期券でご乗車いただけます。なお先頭車両1号車のみご利用いただくことができませんのでご了承ください。発車まで1分ほどお待ちください。お待たせいたしました。新越線快速列車の直江津行き、まもなく発車をいたします。次は宮内に停まります。
大工事18時14分、柏崎18時34分、柿崎18時50分、最高が18時58分、終点の次は19時6分の到着です。本日7両編成で運行しております。乗車券または定期券のみでご乗車いただけます。それによりますが、先頭車両1号車のみご利用いただくことができません。3号車、4号車、6号車にございます。なお、列車のドアはすべて自動で開きます。降りの際にはドアには手を触れないようにお願いいたします。次は宮内、宮内に止まります。ありがとうございました。まもなく宮内、宮内です。1番線到着、お出口は左側です。宮内の次は大工事に止まります。降りのお客様は車内のお忘れ物にご注意ください。まもなく宮内、宮内です。1番線到着、お出口は左側です。次は大工事、大工事に止まります。
ご乗車ありがとうございました。まもなく大光寺、大光寺です。お出口は左側です。大光寺の次は柏崎に停まります。お降りの際には車内の忘れ物にご注意ください。まもなく大光寺に到着です。お出口は左側です。新越線快速列車直江津駅です。まもなく発車をいたします。閉まるドアにお気をつけください。次は柏崎に停まります。
Thank you.
ご乗車ありがとうございました。まもなく柏崎です。3番線到着、お出口は右側です。お降りのお客様はお支度をしてお待ちください。お乗り換えのご案内です。越後線下り、普通列車の吉田行きは0番線から18時38分です。新越線各駅停車の直江津行きは3番線からお時間を空きまして20時11分です。柏崎の次は柿崎に止まります。まもなく柏崎です。3番線に到着いたします。お出口は右側です。